過去の映像に死が見ついているクソジジイ赤嶋太郎です。今日は再生数の話というか、まあ音楽的な考え方、基本的な考え方なんですけども、まあ普段からこう僕はだからもう再生数至上主義って言って、まあ再生数って言ってね、まあ昔で言うところの売れるところみたいな、売れりゃいいみたいな考え方、なんか売れるためだったら何でもするのかみたいなね、意外と何でもしますけども、割とそういうところね、なんかなんて言うんでしょうかね、その売れるために何でもするっていうのがなんでいけないのかっていうのがよくわかんないっていうね、なんかねクソジジイだったりするんですけども、結局その売れるとかですね、再生数が伸びる、だから再生数さえ伸びれば何でもいいのかって言って、それはもちろんだからその自分がやりたいこととか自分がかっこ悪いことをやってそれで再生数を伸ばすっていうのはそれは良くないんではなくて、あなたの幸せにならないですよってだけの話で、そんなもので売れた日にはそういうやりたくないことをずっとやり続けないといけないっていう、そういう風な人生というのは絶対僕はお勧めしない。まあ好きな人はやっていいですけども、でまあ人生がそういうものと思ってる人っていっぱいいますから、だからやりたくないことをやるっていうのがもうそれが人間なんだと、それが大事なんだ。特にだからこの基本的になんかキリスト教のなんか西洋の考え方とかだと、結局その労働というものは苦行なんだと、もう神から与えられた罰なんだみたいな、そういう考え方がすごいあるんですよね、マジで。なんでまあそれの流れとかで、まあ日本の学校教育とかもそういうになってるんですけども、結局だからその仕事っていうのは楽しいというか、仕事っていうのは苦しいもの、人生というのは苦しいんだと。楽しいものなんかそんなちょっとしかなくて、ほとんど苦しいもので、それをどれぐらいやったことで人生の進化が出るっていう、そういう価値観もあるし、それがまあだった主流だったしたわけなんですけども、なんだか知らないけど最近もそうじゃないような気がしてきてみんなもうやりたくないことはやめようと、でやりたいことだけやろうと、でそれをなんかいろいろ工夫して、なんかそこそこダラダラ食っていこうっていう、まあひろゆきの考え方だったりとかね、まあそういうのがすごい僕もすごい好きだなと思うし、皆さんもそうっていうか、まあそういうのが好きな方っていうのが、まあ僕のところに集まってきてくれてるとは思うんですけども、ものすごい綺麗事なことを言うとですね、再生数は愛の数なんですよね。クソジジイが言うことじゃないですよね。何がクソジジイが、何が愛だよみたいな感じですけども、もしそうと思ってですね、結局はその やりたいことをやるわけじゃないですか。でそうするとそれに対していいと思うから再生するわけじゃないですか、その人がね。ということはその再生数1回がその人の幸せ1回なんですよっていう考え方なんですよね。だからそれはその自分が作った幸せのものが人を幸せにしてる。なんで結局その再生数を増やすことが何が悪いんだって話なんですよね。だから結局そこは悪いっていうのかな、そういうふうなことを、悪いって考えるっていうのは、おそらくだから金儲けが汚いっていうところから来てたりもすると思うんですけどもね。まあそこのね、金儲けがなんか汚いっていう部分とかはね、僕もあんまりちゃんとはこう抜け切れてないというかね、ある種そういう部分ってあるんですよね、こんなクソ自身のくせにね。本当はそれもね、ない方がいいってね、実に日頃思ってるんですけども、どうしてもなんかね、そういうのがありますね。なんかだから値段決めれなかったりとかね、自分が作ったものに対して。まあ、出せるだけでいいですとかでね、ただじゃなきゃいいし、まあ別にただでもいいやつ先は持ってますから。まあだからこうやってなんか、YouTube とかで、まあありえないぐらいってよくコメントとかでも書いていただけますけども、そういうなんかいろいろ深い話だったりとか、そういうふうな話をいっぱいしてるんですけども、まあこういうふうなものもだからみんなのまあお役に立てればいいかなって、マジでそれはね思ってて、まあそれがだからなんか自然に自分に返ってくるんだっていう風な考え方にはね、だいぶ最近になってきてですね、まあかなりスピリチュアルジジイになってるんでまあだからそうやって再生数を増やすっていうことがそういう風なことなんだっていう、なんかあんまり再生数っていうのもなんだよなみたいな感じっていう風なところがもしあるのであれば、こういう風な考え方っていうのもあるんで、そういうところでもう一回なんかちょっと気分が変わってもらえればいいかななんて思ってこの動画になっています。こんな話ですって聞くやついないよね。まあメンタル系のなんかご相談とかも全然メンタル心理カウンセラーって資格持ってたりするんで、このクソジジイは。なんでその辺の話をしていただいたりとかですね、まあ、神社の参り方だったりとかね、なんかこういう時はなんかどういうところに入れてる、どういう神社に行ったり、どういう仏様が向いてるとかね、なんかそんなことも最近すげえ勉強してるんでそういうようなところもだんだんまたこれからおいおいいろいろ話するかもしれないんで、まあ興味のある方はみんな来てくださいって感じです。またどうでもいいような切り張りをしてですね、面白い感じで、なんかバズるようにしてください。はい、ではどうもありがとうございました。